中村誠監督の試合に向けた実践指導が始まった。コーチなりその応援に来てるもう必死なんですよ。とにかくブーイングも起こるジャージに対して、君たちがもうここ叩いたのに顔面じゃないのにも対してもふーって起こる。そういうのに対して慣れてる人はいいけど、いろんなロシアとか大会ってですね、でも、まあ、ちょっとそこで嫌な雰囲気やなっていう時にガクンと来るようなことになった。来たらですね、意外と入る場合があるんですよ。よし、正面連、よし、新連、よし、正面連、よし。もう見たこともない選手ですよね。よし、意外とこう第4回世界大会のアンディ・フンみたいな選手がいるんですよ。思わぬフェイト、全然ノーマークのね。で、もうこう伸び盛りの選手とこあるでしょ。この時ですよね。こうもうもちろん目線も顔面もそうだけど、その間初めて主審が言う前に、その間もう0コマ何秒でパパパパーッとチェックポイントを作らんといかんのですよ。え、私の経験から言うと OK、 顔面 OK、 目線 OK、 そしてさあいつでもかかってこいというね、この全体的にバネの効いた構え、それを、まあ、大まかに言うとその3点だけど、まだ細かいこといっぱいありますよ。右にさっと曲がれるか左に曲がれるかとかね。でそういうことを全然頭に入れないでこう上がってきて、こうやってこうやってで、で構えて始めーって後ろ返しだし、こうやってこうやってね、これもありますよ。どうしてあるんですよね。だから呼ばれてもう当たり前、そんなことを言うまでもなく分かってるってこともですね、もう一回再認してやってくださいよ。お願いします。初めてだったらお互いちょっと様子でそっから出すね。それに対しての不意の攻撃に対してのこっちの目線ね、出来上がってくる考えます。わかりました。お互いちょっと詰めてするからもういや出してください。それもゆっくりじゃなくて意外性を見せてくださいよ。はい、正面にレイ、主審にレイ、お互いレイ、そこでしゃほら、だからそういうことがあかん。お前ら世界大会経験するの恥ずかしくないか。そういうのやってお前だけベテランでも上手してると舞い上がるの。つってこうわかる。日本代表だな、何個戦闘かなんて、そんなんじゃあかんってよ。今どうしてんだよ。そうやったら今から練習してるんだよ。わかる。はい、もう一回やろう。主審、正面レイ、主審レイ、お互いレイ、さまで、これで出来上がったか。全部始めれ。そんな子供じゃない、そんな子供の場合、こんな方は来るわけねえだろ。世界大会に選ばれてる人だぞ、かっこよくは。真面目にやれよ。真面目に。なんで？みんなこのバカだ。何やってんだお前。帰るの？真面目にやるからちょっと。ちょっとあら。レイ！はい！レイ！レイ！はい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 ！やるんだよ。そういうか、もう不細工だけどさ、俺も年に立って走れ。もう来るだろうよ。足上がんねえけど走れになるよ。なんだそれを走れ。へぇー、頼むぞ。お前たちは外国の選手だからな、今日ロシアがブラジルの選手になってくれよ。わかった。正面レイ、不審レイ、お互いレイ、止めて始め。はい、外国選手はちょっとチャーキとか始めてる人はもう怖いんだぞ。日本選手が分かるか。そこで俺はベテランだぞという気合いが大丈夫。わかる。そのままお前たちに覚えたら得だよ。わかる。構えないでわかる。なあ
場外になったんですよ。わかりますか？小手出身がやめやめ元って言いますね。それも一回奥村がぼーっとやめやめって構えて続行とカーンってやるの分かる？それも試合の流れからの気の緩みをちょっとこうねチェックしましょう。わかりますか？はい、延長戦になった時の緊張感。しなきゃいけないのに想像つかなかったらね、体験がなかったらそういう言葉から自分が想像しろよ。こんなにすごいのかな、こんな風になるのかな。3日間の試合体験したことない人間どのくらいいるの？3日間試合やるってなんだ。これ本当大変なんだよ、精神的にも肉体的にも。あ、正面からも外国人と試合したことないやついるか？外国人でお前2メーターぐらいあるやつがな、ここにも青筋立ってな、目ちばって、お前本当にあの、それは僕の体験だからみんな知らないけどさ、帽子やってわっといったらもう顔がもうアップになってくるからね、青筋がピエーッと立って、目に目がビャーッとちばしって、お前映画のスクリーンの真ん中からグワッとこう来るような感じだぞ、極端な話、そういうものに対して きちっとこうな、それをさっき小暮がわーってやったらもうこうなっちゃうだろ。まあみんなそのグラブでも何でも K1 出たやつでもみんなそうでしょ。画面ごまとまってこうなっちゃうな、よくわかるだろう。まあそれね、それと同じなんだよ。こう来て世界大会で向かい合ってさあこれでね、あの負けられないと、日本選手が日本代表としてこれ負けられないんだってよしと思ってさっと行った時に向こうも緊張感いっぱいでさ、それは怖いから来るんだから。それはねその辺のなんかね、一回かあの何体験のない人たちがさ、第1回世界大会の時みたいにね、フルコンタクトの試合やったことないような人がね出てきてうわーっと言ったらおーってこうなってくれりゃいいよ。そんなならないんだから今の選手は。おー上等だ来いよってこうなるんだから。もう中村ちゃんのね言葉から想像しろよ、こう大きく。体験のある人間は分かるんだから、その体験をここでさね、きちっとこう自分自身もそうだし人にもそういうそのシチュエーションを設定しろよ。グッシャイ、はいはい、よし、はい、やめ、グッ、はい、はい、やめ、グッ、はい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 、ワン、サン、サン、試合の流れの中でね、そういうのが来てもね、続行。よっしゃ、なんでもないんだよ、わかる。よし、もう胴回しを回転以上もらうというね、こんな360度1回転するんだろ。よし、その体育時間の長い技をもらうっていうのはね、よっぽどおかしいよ、これ、わかる。よし、よし、基本中の基本ができてるの女も。でもね、危ないのはこの接近戦からだな。よし、この辺りからもつれてから繰り出すだな。それだって基本一緒で、はい、胴回しが来たってね、はい、
全部さっきのわしがいったテーマができてればもう何のことはない。よし。来ても角落としが来ても、よし。ちょっと目線ができてればね、よし。ブロックもサイクルもできるし、よし。触れるし、よし。全て、もう基本中の基本の考え方ってことを忘れ